スーパーマリン S5 は1920年代の水蒸気である。シュナイダートロフィーレースに参加するために、レジナルド・ミッチェルが設計し、スーパーマリンで製作された。1927年のシュナイダートロフィーレースで優勝した。1925年のレースの前に事故を起こした全木製の S4 に続いて、ミッチェルは金属構造の太陽胸撃を設計した。胴体は、 セミモノコック構造でエンジンカウルなどにジュラルミンが使用された。挑戦で指示された低栄翼は木製であった。主翼表面に表面冷却のラジエーターが取り付けられた。3機が製作され、1機は 900HP のネーピアライオン B エンジンが搭載され、残りの2機には 850HP のネーピアライオン B エンジンが搭載された。 1927年6月7日に最初の機体が初飛行し、ベニスで開催された1927年9月26日のシュナイダートルフィーレースでは SN ウェブスターの操縦する機体が時速 453.28km の記録で優勝し、もう一機も2位に入賞した。1928年3月12日、シリアルナンバー A 221は、 世界記録に挑戦した時に墜落し、パイロットのサミュエル・キンキードが死亡した。ミッチェルはこの後、ネイピアエンジンの性能の限界から、ロールスロイスエンジンを搭載する、スーパーマリン S6 シリーズを設計するが、1929年のシュナイダートルフィーレースにも2機の S6 と共に、ダーシー・クレーグの操縦する S5 が出場し、スーパーマリン S6、マッキー M52 に続いて、 時速 454.20km の記録で3位に入賞した。ありがとうございます。